っていう、だからコックを使うっていう、勘違いしてしまってる方は自分で使うって思ってる、こう持ち上げる、いやもう入れに行きますよ、コック入れ、その時点でここの腕の力っていうのは、はい、皆さんこんにちは、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。本日の回はですね、一番疑問なのが菅原インストラクター、腕の力はない、まあ、相撲を取ったことあるんですけど、まあ体幹もそこまでは変わらないかなって僕と、うん、腕相撲もねやったことあるんですけど、いや腕相撲はこんな弱いやついるのかっていうぐらいそれで腕相撲は弱いですね、弱い、腕の筋肉はあんまりないです。スポーツジム通い始めて筋肉量測った時に、そのなんか筋肉量女子じゃないですかとか言って言われたことあって、いやプープーみたいなこれこの数字女子ですよみたいな、いやそれは言い過ぎでしょって思ったんですけど、運動神経いいのは分かるんですけど、やっぱ飛ばすっていう、まあアマチュア僕なんかからイメージすると、はい、やっぱり力は必要なのかな、なぜそんなに300ヤード近く、まあ300ヤード飛ばせることができるのかっていうのがもう不思議でしょうがない。コックってどうやって使うんですかっていう、コックっていうともうあの手首、うん、手首をギュッとこうね、クイッとやるっていうイメージは分かるんですけど、でも、まあ、この飛ばしの要素においてこのコック手首を使うっていうのはめちゃくちゃ重要ですね。手首動かないと飛ばないです絶対に。まあ、今日はそのじゃあ、まあ、最大効率スイングとかその最高スイングっていう理論の中で、まあ、体の使い方みたいなところは動画で説明をねちょっとしてるんで、そのコックについて今日はちょっと説明をね、そもそもコックって何ですか、したいと思うんですけど、コックって料理作る人ですか。でコックっていうのは単純に手首のこの動き、この縦の動きのことですね、はい、こういうちょ、はい、まあ横から見るとこういう動きだし、はい、スイングとしてはこうクラブがこう縦に持ち上がる動き、はい、これコックなんですけど、2種類あります。大きく分けるとそのコックを使うっていう2種類、僕の中で2種類あります。2種類で1つはその腕の力で上げるコック、はい、これは今手の力で上げてますよね、はい、まあ、主にこれの使用をするときってバンカーとかバンカーショットで下半身がこう固まってるから、こういうクラブをまあ縦にしっかり上げたいときにコックを使ってあげて上からこうクラブをぶつけるっていう、こういうコック、コックっていうと多くの人がまあそれだと思ってる人が多いです。コック使いましょうって言ったらこういう感じ、まあこう手で上げる、手首を使うっていう感じですよね。でもう一個のコックは、僕がその飛距離を出す上で大事だと思ってるこのコックっていうのは、そのスイングっていうのは体をこうひねる動き、上半身をひねって腕がこう揺さぶっていくわけですね。捻転ですか、そういわゆる。でその時に、まあ、腕ももちろんこう右側にね持ってかれるわけですね、はい、でそうすると、まあ、クラブが重たいんで、はい、クラブにもバックスイングからこう遠心力がかかっていくわけですね、うん、その遠心力で手首が動く、要するに手首を緩めてる状態で体をひねって腕を上げていけば、自然とこうクラブの重さでコック入っちゃうと、入っちゃうんです、勝手に入っちゃう。そうそうそう、使うっていうのはこう入れるとかではなくて勝手に入る。これだから手首硬くなってるとこうですよね。ああ、コックがまあ入らない、こうためができない、力入っちゃう。そう、緩んでると、いわゆる手打ちってやつですか。そうです、緩んでると上げた勢いで上がるっていう。だこれはあのバーテンダーのこれと一緒、こうやってやんないでしょ、手先だけこうやって腕をなんかこう上下で腕を振ることで手首がこうやって緩んでるわけじゃないですか。自分で上下するっていうのは力入れてると、もうこれ以上スピード出ないですね今。でもこう腕振ったらめちゃくちゃ速く動くじゃないですか。あ、そういうことです。っていう、だからコックを使うっていう、
勘違いしてしまってる方は自分で使うって思ってる、こう持ち上げる、いやもう入れに行きますよ、ホック入れ、その時点でここの腕の力っていうのはもう、こう 入りすぎてしまって、まあ硬くなってしまう、そう硬くなっちゃうと肩にも力入ってくるんで、こういうインパクトでも顔ごと伸び上がったりとか、やっぱこう手首が本来インパクトで緩んでパーンってリストターンと、このコックのこの縦の動きによってためができてクラブヘッドが加速するんですけど、こう硬くなってるとクラブのスピードが出ないし体のスピードが、あーそういうスイングの人よく見ますね、速くなっちゃうっていう、だからやっぱ持っちゃうんですよね、掴んじゃうみんなグリップが強いと、そう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 、クラブヘッドのこう重さで持ってかれるんですよ、でその持ってかれた時にはこうクラブが体にこうやって巻きつこうとしてくるんですね、で巻きついたこのクラブ腕を体でヒュッてこう戻してあげればスピードが出てくる、さっき言った腕の力がないけど今こうやって片手で振ったって巻きついてきて戻すっていう動きをすれば、この力じゃないから振ってるの、そう巻きついてまた巻きついてくるっていう、片手で振ったってスピードがやっぱり出せるっていう、まあ今右手で振ってますけど、イメージは右手の方がやりやすいかなと思います、右利きの人はこう腕をブンってこう振ってあげるっていう、でも実際にはやっぱりこうクラブをリードしてくるのはこう体の回転っていうのはこう左肩左腕こっちが引っ張ってくると、でここまで引っ張って体重移動してるとこう左の壁ができて、このドンって壁に手がぶつかるようなイメージ、これちょっとブレーキがかかるわけですね、そうするとこのできてるこのためが一気にパーンって解放されて、まあ反作用なんですけどね、反作用手が止まろうとする動き、グリップにはこっちに力がかかるから、目標方向と反対にこう力がかかるから反作用でよりクラブが加速する、パーンこうやってね、これがこう加速の原理ですね、だよくなんかこう壁でこう止めるとかいう方もいますよね、だそれがその理論ですよね、こうだ手とクラブがずっと一緒にこう行き続けるっていうのがこうヘッド自体に加速が起きづらいっていう、わかりました、原理はわかりました、ちょっとその悪い人の力入れてるパターンとちょっと見せてほしい、わかりました、じゃあ手首ちょっと固めてロックして打ってみたいと思います、今ね5番アイアンです、5番アイアンちゃんとちょっと手首それで本気で打つ、グリッププレッシャーをちょっと今強くして、今のでどう ?180 ヤードくらいかな、180キャリーが、それ何番ですか、これ5番やんです、5番、手を強く握る、手首が固いっていうのはもう絶対体も一緒にこう回らざるを得なくなってくるんで、まあ、顔は残すとかそういうことはやっぱできないですね、で次はちょっとあからさまコック、もうコック解放を思う、だからこう松山英樹さんのこの遊ぶルーティン動画でも見ましたけど、僕もこうやってやります、結構無意識に、とにかく手を緩める、この時にも軽く握ってバックスイングした勢いで手首がウィンって入っていった感じ、まあ、そうすると今20ヤードぐらい違うか、そうですね、向こうのネットまで当たったかな、200、まあラン合わせたら200キャリーくらいで今行きましたね、今当たりましたよね、当たった、うん、結構飛んだ、風ないですよね、いやもう無風、でもまあ200キャリーで今行きました、やっぱ20ヤード5番、5番です、まあ見た目としてもおそらくそんなにこうスピード感はやっぱりこう体のねスピード感は変わってないと思うんですけど、パーンってこの手首を、まあ、やっぱなんかしなってる感じするんです、ね、そうそう、最高スイングでも言いましたけど、こう苦しいのはこう体幹、足、ね、こうお尻とか足とかお腹とか、はい、それでこうお腹の力で戻す、でちゃんと左足に体重が入ってくるとこの左の壁ができて、あとは手首が緩んでるとこう勝手にためができるんで、パーン、あとは解放される、走らすだけ、解放される、よく自分はちょっとこう筋肉がないんでとか体幹が弱いんでって
っしゃる方多いんですけど、その普段持ってる体幹を使えればいいっていう、使い方が難しいだけですね。でもね、実際にで難しいっていうのはやっぱりグリップをこう正しく持ててなかったりとか、構えで最初からこう硬くなっちゃってるんで、まあ、その時点でまあ使えないっていう。だからいつも言っているアドレスが大事、構えが大事っていう。アドレス構えでその体幹を使いやすいような骨盤の傾きだったり、このグリップの握り方、足のこの地面の掴み方、圧力のかけ方、そしてこの手の緩み、グリップとのクラブの体幹、それがないとできないですね。その体幹を使うための構え、そして手の緩み。まあ、うん、良くないですけどね。これちょっと硬い音を、ちょっと硬い音しております。ヒール、なんせもう、朝から働いておりますので、ね、今は今、午前1時40分ですね。1時40分です。何ちゅう時間に撮ってんだっていう。明日は7時半からスクールでございます。朝何ちゅう時間に撮ってんだっていう、このこれもう18番バーディー取らないと普段のルーティンで、グッショー決まった、クラブ回った、今日初めてクラブが回りました。今クラブ回りました。まあ、普段はあんな感じでドローボールで打ってます。ということで今日分かりました、コック飛ばす一つの、はい、要素であるコックっていう話、動かされるっていうのがこう飛ばしにおいては重要なコック。僕みたいに勘違いしてコック入れるもんだって思ってたらもう、まあ、入りますけど余計に手打ちになっちゃう。コックは入れられますけどね、自分の力でこうやって振り遅れて右に行くか、手の力が今入ってる状態だから無理やりコックを自分で返す、そう返すっていう動きになっちゃう。こう返すってなんで、それやっちゃうのよ。返りすぎちゃうんですね。原理は分かったと思うんで、原理は分かりますね。原理は分かった。やっぱここを可能にするのはアドレス、いいグリップ、こういいテイクバック、やっぱり基本が大事と。そこですね。基本ができてないのにコックを勝たんなと。まあそうね、いつだって基本が大事です。基本です。構え、グリップ、それがあってのバックスイング、まずはやっぱり練習した方がいいんじゃないですか。そうですね、小玉さんにおいては。そうですね、うん、なんだかんだみんな飛ばしたい。そうそれはもうゴルファーはみんなが思ってることじゃないですかね。やっぱもう飛ぶ分にはいくらでもやっぱ飛んでいいっていう、飛ぶ分だけやっぱ気持ちいいっていうね。いや、またちょっと飛距離についていろいろ小玉の質問コーナー、はい、ぜひ受け付けてください。お待ちしております。はい、ということで今日はコックの、ね、説明をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。